アンナ・ビクトリア・マリア・クリスティーナ・フォン・ヘッセン・ラインフェルス。ローテンブルクは、フランス王国陸軍元帥、スービーズ公、シャルルド・ロアンの三人目の妻。ドイツ人。ヘッセン・ローテンブルク縫白子ヨーゼフとその妻で、ザルム公、ルートビヒオットーの娘、クリスティーヌの間の長女。1745年12月23日サベルヌの、シャトーデ・ロアンで、スービーズ元帥と結婚。 ブルボン公爵夫人カロリーヌはおば、ッコ公、ルイ・ジョゼフ及びランバル公爵夫人とは、いとこ同士、プロヴァンス伯爵夫人、アルトワ伯爵夫人姉妹は呪名であり、王家の生員の多くと、親類関係にあった。夫妻に子供はなかった。報道者の夫と同様、多くの愛人を持った。1五十七年、愛人の一人、ラバルモンモランシー氏との駆け落ちの資金を作るために、 夫の所有する90万リーブル相当額の宝石類を盗んだ罪に問われ、王の命令でトゥルネーの監獄に入れられた。その後、夫妻は正式に別居。ビクトリアは母から年額2万4千リーブルの手当を与えられ、ベルサイユ宮廷を離れて、ルクセンブルク公領のエヒタナ派に居を構え、ドイツの親族と付き合いながら暮らした。ありがとうございます。